僕ね、本当に速読で人生変わったんですよ。もともとめちゃくちゃ本読むの遅くて、本好きなんですよ。めちゃくちゃ本好きなんだけど、すごく読むのが遅くて、一冊読むのに半月1ヶ月、下手すると1ヶ月半かかるみたいな。ありますよね。で、すごい頑張って読むんだけど、読み終わった後、結局頭の中にあまり情報が残ってないみたいな。なんだったっけみたいなことがすごくあって、本は好きだし、本から学びたいし、本もどんどん買うんだけど、もういわゆる積んどく。もうどん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 本が溜まっていく。ね、今なんかいわゆるね、ネットで Amazon とか楽天とか使うともう気軽に本がどんどん欲しい本が手に入るので、で、その本ばっかりどんどん溜まっていって、もう本棚を見渡すと、ああ、そういえば俺この本読んでないとか、あれ、この本って内容何だったっけみたいなことがすごく起こってて、速読をね、学び始めたんです。まあ、いろんな講座取ってみたり、いろんなスクールに通ったりしていく中で、ほんまに早くなりました。うん。今、一冊、大体、普通のビジネス書だと、まあ、大体15分から30分ぐらいで読めるようになります。だから東京に出張で行く時の新幹線の中で、行きの新幹線でまあ3冊、4冊読んで。で、重たいので、例えば向こうでもう古本屋さんとかブックオフとかでもう向こうで売ってきて、で、また新しい本屋さんで仕入れてきて、帰りの新幹線結局またなんか、5、6冊本があるみたいな。っていうことをすごくこう繰り返せるようになって、去年は、結局年間240本以上講演しつつ、自分のやってるプロのコーチ、カウンセラー、養成スクールの、育成もしつつ、1041冊本を読破することができました。もうね、本当にそれで人生変わったなと。うん、私の周りにも、経営者の方でそういう方いっぱいいらっしゃるんですね。もう立場的に本はいっぱい読まなきゃいけないんだけど、読む時間がないんだとか、さっきの私が言ったように本当に本を読むのが遅くて、あるいは時間が取れないとか、いうので、お悩みの方もいっぱいいらっしゃって、もうね、誰でもできます、速読は。もう速読は、特殊な別に才能でも、特殊な技能を必要とするものではなく、トレーニングをしたら誰でも早くなる。速読はただの技術です。なので、正しいやり方で、正しくトレーニングをすれば、確実に早くなる。で、私、本当に今、日本人の本離れに対して、ちょっとね、危機感を感じてるんですよ。48.6% っていう数字がありまして、これ何の数字かっていうと、今日本人で年に、月に1冊も本を読まない日本人の割合です。48.6% 以上が、もう月に1冊も本を読まない。ということは年に1冊も本を読まない。うん、私の、知ってる主婦の方は年平均 0.5 冊って言うんですね。つまり2年で1冊。読むか読まないか。っていうお話をね、昨日もちょうど聞いたところだったんですけど、それぐらい今日本人の本離れが進んでる。みんなが携帯電話で情報を取るようになってしまって、本を本当に読まなくなってしまってる。でも、情報って実を言うと、本から取るのが正しいんですよね。最初は。ネットを全く見なくていいっていうことではなくて、まず本をしっかり読んで、自分の考え方や価値観の軸を定めた上で、で、インターネット上の情報を、あ、この情報は正しいなとか、あ、この情報はちょっと本当かなっていう、ちゃんと見る目を養った上で、いろんな氾濫してる情報もたくさん取ると、もっともっと自分も知識や、情報を蓄えていけるんでしょうけど、インターネットだけの情報だと、真偽のほどが定かではないとか、もう定かでないどころか、完全にね、嘘の情報まで、あたかも真実であるかのように語られてるっていう情報もたくさんあるので、まず私たちは、きちんと本を読む文化を、やっぱもう一回こう取り戻したいなってのはすごくあって、もうね、昔の日本人なんて、むちゃくちゃ本を読んだし、本当に本というものを、からの学ぶってことを大切にしてたわけですよね。例えばね、江戸時代とかに、こう、なんでしょう、ここ名古屋ですけど、こう、江戸にね、江戸にこう大学者がいて、で、江戸にこう、その大学者の方が、尾張名古屋の国では絶対に手に入らない貴重な本を所蔵されているということを、例えば、江戸時代に私がこう風の噂で聞くわけですよ。その学者がこんな貴重な本を所蔵されていると。どうしても読みたいと、その本から学びたいということで、その学者さんに手紙を書くわけですよね。もう一晩でいいから、その本を見せていただくわけにいかないでしょうか。それと学者さんが返事をくれて。まあ、この返事のやり取りだけで多分1ヶ月以上かかると思うんですけど、これ飛脚が持ってくわけですから。で、お返事が来て、ね、あ、いいですよと、もしよかったら江戸に見に来てくださいと。やったと。これであの本から学べるなんつって。で、荷物をまとめて、で、尾張の国からですよ、江戸に向かって歩いていくわけですよね。
もう道中ワクワクしながら、あの本が読めるんだと、ついにあの本から学ばせていただくことができるんだって言いながら、1ヶ月とかかけて、ね、もう下手すると1ヶ月半とかかけて、江戸に向かって歩いていくわけですよ。で、江戸に着いて、あの、お手紙出させていただいた津田と申しますと、今夜一晩だけこの本をお借りしてもよろしいでしょうか？あ、どうぞどうぞ、なんつって。で、私はそれを宿に持って帰って何をするかっていうと、それを読むのではなく、宿の小さな明かりの下で一晩かけて書き写すわけですよ、ね。コピーとかのない時代なので。で、翌朝、それをまた学者さんのところに持って行って、ありがとうございましたと、これでまた終わりの国に帰って学ばせていただきますって言って、ああ、どうぞまたまだね、いつでも会いに来てくださいね、なんて言いながら、その、もう、書き写した原稿をホクホクしながら、こう、懐に入れて、また名古屋に帰るっていう。で、名古屋でそれをもう、一字一句、もう、なんていうの、もう食べ尽くすような勢いで学んで、それを自分の血となり肉として、そしてまたそれを人に伝えていったりっていう文化が、昔はあったわけですよね。一冊の本からそれぐらいの情熱をかけて学ぶっていうことを、ほんの150年ぐらい前まで日本人はやってたと。でも今私たちはもうね、ワンクリックポンで本が気軽に買える、こんなありがたい時代はないんだけど、その本を読まなくなってる。でもそれはやっぱりね、もったいないなと、やっぱりそれぐらい本を読む量と人生の豊かさって比例すると思うので、やっぱり多読、本をたくさん読んで心を豊かにしたり、本当にいろんな知識を身につけていって、そしてまあ頭の中ではね、まずはこう情報が点として入るわけですけど、それをたくさん読んでいくうちにその点がね、線でこうつながり始める時が来る。すると、またそれが自分の経験と重なって、誰かにまた伝えれるようになったりとか、自分自身がこれまでは例えばすごく後ろ向きだったりネガティブだった人が、たった一冊の本との出会いから人生を大きく変えていくってこともあると思うし、まさに私はコアメッセージとしていつもね、人生は何と出会うか誰と出会うかで決まるって言ってますけど、本当に一冊の本との出会いで人生が変わるってこともあると思うし、という意味で私たちが速読を身につけるっていうことは、もうこれあれだね。もう速読を身につけることは、もうね、必須科目にしたいですね。本当に。義務教育とか絶対入れた方がいいですよね。だって、速読をきちんと身につけることができたら、教科書一冊に対する、理解度もすごく深くなるし、それは早く読めるだけではなく、私がね、お伝えしている脳トレ速読というのは、早く読める上に脳トレにもなっているので、記憶に定着しやすくなったり、あとは、まさに脳トレなので、直感力が冴えたり、ね、インスピレーションがすごくね、湧くようになってきたりとか、あとこう視野が広がってきたりとか、もうなんか気持ちまで明るくなってきたとか、いう人までいるぐらい。これまでは、どっちかというと、その自分の気持ちを表現するのが苦手だった人が、脳トレ速度を毎日一生懸命トレーニングしてるだけで、なんか気持ちがどんどん明るくなってきたとか。あと、この前は、うちの脳トレ速度の講座を受けてくださってる女性の方がね、40歳ぐらいの女性の方が、喫茶店に行った時に、なんか自分の周りにこう3組、グループとかカップルがいたんですって。で、自分はその真ん中で一人でコーヒー飲んでただけなんだけど、なんか、周りにいるグループやカップルの会話が同時に全部聞き取れて、全部理解できたって言いましたね。何ですかこれって言って。それまさに脳を鍛えると、聖徳太子じゃないけど、そんなようなこともできるようになる。同時に平行思考が鍛えられるので。そう。で、私が提供している脳トレ速読っていうのは別に通っていただく必要ないんです。ご自宅で1日10分間、ご自身でトレーニングしていただいて、で、それを、グループページにね、インストラクターに対して投稿してもらうと、それをまたインストラクターが具体的にその人に対して、じゃあこれを今度やってみてくださいとか、ちょっとこういう方法を試してみてください。で、毎日1日たった10分、何十日か継続していただくだけで、まずは本が1冊50分ぐらいで読めるんです。ビジネス書である。あんまりややこしい本だとちょっと時間かかりますけど、普通のビジネス書、だいたい1冊15万文字前後の本であれば、50分から、まあ長くても1時間ぐらい。つまり、行きの通勤電車の中で、あるいは行き帰りの通勤電車で、1日1冊本が読めるぐらいの目安。それすごくないですか？で、これまではかつての私のように、1冊読むのに1ヶ月半とかかかってた人が、行き帰りの電車の中で1日1冊ず本が読めるようになる。もうそれだけでも、人生がどれだけ豊かになるか。どれだけ自分が新たな知識を得たり、新たな感動を得たり、ね、それをまた、
本当にこう人とも情報が共有できるだろうし、ね、たくさん本を読んでると、ね、たくさん本を読んでる人ともまたこう情報共有しちゃって、この本読んでみてとか、ね、前は一冊人に借りたら、もうそれを次に会うまでになんとか読まなきゃとか言って一生懸命読んだんだけど、結局頭の中に残ってなくて、あの本どうでしたって言われても感想が答えられないみたいな、いうこともあったわけですけど、そういうことが本当になくなって、まさに、私たちがもう一回かつてのなんか日本人のようにね、一冊の本から、たくさんの学びを得ることができる。それを本当に私はね、ただの速読授業ではなくて、速読を通じてまた人づくり、国づくりをね、していきたいなという思いで、今本当にこう情熱かけて、そっちの、速読の講座の方もやってますので、もしよければまたね、お気軽にお問い合わせいただければなと思いますし、名古屋を中心に、月に3回ぐらい、体験講座もやってますんで、体験講座来ると、ものの3、40分のトレーニングで、これまでの自分が読んでたスピードの、最低でも2倍、早い方だと10倍ぐらいになります。で、皆さんびっくりされるんですね。なんでこんな高々、3、40分のトレーニングがこんなに早くなるんだって。ね、やっぱりね、私たちまだ使い切れてない脳の中の能力っていうものが、たくさんあるので、そういうのをこう、開花するような、体験もしていただけるかなと思うので、もしよければそちらの体験講座にもぜひお気軽にお越しください。